マクシミリアン・プレスニエコブが描いたペルーン、ペルーンまたはペルーンはスラブ神話の主神であり、雷神。ロシア語では他にピエルン、また、ポーランド語ではピョルン、またはピオルン、チェコ語ではペラウン、スロバキア語ではペロンという名前で呼ばれる。ペルーンはまたペルーヌとも呼ばれる。名前の語源は最古のアーリア族時代に求められる。ペルーンの木造。ウクライナ・キエフにて、 スラブ神話における東スラブの最高神と考えられている。その名には、雷で打つものを意味するという説もある。名前については、近隣のバルト地方で信仰されていた神ペルクーナスやペールコンスと語源が近いとも、前述のように、アルバニアのペレンリア北欧神話のフィオルギウンといった陰王神話の神々の名前と語源学や、神話学の面で近いとも考えられている。 類似する多くの雷人と同じように、髭を生やした中年男性の姿をしている。石臼に乗って空を飛びながら、稲妻を放ち雷鳴を轟かせる。また、19世紀の民族学者アファナーシェフが紹介するところでは、ペリウムは雷と稲妻を武器とし、敵対者に向かって炎の矢を降らせる。その乗り物は、翼のある馬が引く馬車で、空を駆け、農地に雨を降らすという。 時には、地上にあって、空の雲を払い、雪解けと、暖かな陽光をもたらす北条神の面を見せる。1202年に書かれた、言語ハハロンにおいては、ペリウムは、ジュピターという名前で訳されている。こうした点から、19世紀以降、研究者は、ペルームを、ギリシア神話で稲妻を用いるゼウスや北欧神話で、対をフをートールと同様の雷神とみなすことが多い。 またアーサー・コットレルは、882年に、バイキングの王略がキエフを攻略し支配したことによって、トール信仰が、ペルーンなどスラブの雷神信仰に影響を与え、ペルーンがトールと似た性質を備えるようになったと考えている。ボーロスを打ちまかすペルーンペルーンの神話では、天空に座するペルーンと大地に座するボーロスが、しばしば対立している。その一気打ちに勝利を収めた。 ペリウムは、水や、家畜や女性を解放し、農作物の実りを豊かにする自由をもたらす。そのため、雷や雨、それによってもたらされる、工場の神と解釈され、南スラブの交具儀式の中に、その痕跡が残っている。ノブゴロドにあるロシア建国千年祭記念秘蔵では、キエフルーシのキリスト教家が表現されている。画像中央の十字架を掲げた。 ウラジーミルの傍らで男性がペルーンの心臓を取り除いている。ペルーンはルーシ原初年代1980年の項目の一番に名前が上がり、ルーシのコート従士団がペルーンと武器に誓いを立てる場面が3カ所に見られるなど守護神としてまた軍神としてあがめられていた。キエフ大公オリガと彼女の率いる戦士たちが戦場へ赴くにあたって、 ペルーンの加護を祈った、また、イーゴリ大公が、ペルーンの偶像の立つ、丘の上に、己の装備していた武器と盾お及び黄金を置いた、などの伝承がある。ペルーンへの進行は、東スラブの各所に存在したと言われている。キエフ大公ブラジーミルが作らせた、キエフの丘に立つ6体の心臓のうち1体も、ペルーンであった。頭部は銀、髭は、 金で彩られた神として表現されていたという。このキエフの丘には他にも五柱の神が祀られていた。人々はこれらの神像に家族で集って参拝し、生贄も捧げていた。988年、ブラジーミルは古来の宗教からキリスト教へ改修することを決め、家臣たちにも洗礼を受けさせた。ベルーンを主として信仰していた。 支配階層が回収していったことで、ペルーンへの信仰は失われ、その像はドニエプル川に登記されたという。そして古来の神々は、異教とみなされ、排斥されていった。しかし、ペルーンは、後に、旧約聖書の預言者エリアに結びつけられた。また、一般の人々は、不思議な隙を持つ力強い農夫の姿をした神として、ペルーンのことを語り継いでいった。 6世紀の東ローマ帝国にいたプロコピオスの記録によれば、スラブ人が最も重要視していた神は稲妻の神であり、牛などの動物で釘を行っていたという。スラブ人のいた地域には、ペルーンまたはペルーヌに由来する地名が数多く残っている。ありがとうございます。